19秒です。これ最高です。皆さんはまだコンセントタイプのハンダゴテ使ってますか？というわけで今日はですね、ハンダゴテの紹介です。一般的にハンダっていうとこうコンセントに挿して溶かすっていうのがこういうのが一般的だと思うんですけども、ちょっと今回はね、よいしょと、こちらこういう小さなケースに入ったハンダゴテです。ちょっと開けてみましょう。あ、またしてもバングットさんからのご提供です。あのどうもバングットの回し物ですということで、あの回し物っていうか私が選んでるんですけどね、あのお声をいただいてるので選んでるんですけど、皆さんに何かいいものを紹介できればなと思って普段そういうのを選んでるんですけど、今回こちらバット、もうね、あの届いてきたの、このこれをこのまま袋に入って届きました。いいですね、このザ・中国のものっていう感じのこの質素な感じなんですけど、ちょっと私一回開封してどうやって使うかわからなかったんでやってみたんですけど、まあマジでこのままです。説明書も何も入ってません。いいですね、もうさすがにちょっとこう中国のなんていうの、環境に配慮したというか、言い方を良くするとこういうのにちょっと慣れてきたんですけど、まあ、マジでこれしか入ってなかったです。で、あの入ってたものはもうこの紫色のこのなんかちょっと重いマジックのようなものと、あとこのサーキッチョと、例によって USB の充電ケーブルで、まあ使い方はもうただ USB を挿して充電する、ここにランプがつく、充電される、まあそれだけのものです。でですね、あとはこう親切にハンダ、糸ハンダと、なんかこれちょっとよくわかんない、これ一緒に入ってたんですけど、何なのかよくわかんないものが、ちょっと説明書内でよくわかんないんですけど、まあ入ってました。でまあ本当にあとはこれだけ、ちょっとこのいいですね、この裁縫がちょっとほつれてる感じがまた味があるんじゃないですか。竹です。ということで、まあ、使い方これただここに入れます。クリクリ、ねじ込み式ギュッと入れます。でここにボタンが一つあります。でこのボタンを押すとピッとこうちょっと一回見えやすく押すとこう白く光るんですね。白く光ったらそのまま離すんじゃなくて押したままです。押したままにするとここが熱くなる、そして使える、離すと止まるっていう感じで、このまま押してるとですね、ちょっとこう自分の指で押すから見えないんですけど、こう押してると途中で一旦こうピカピカと点滅が入ります。その時はどうやらあの熱くなるのを止めているようです。あー、ほら来ました、止めてます。なんでもう一回押すっていう、この繰り返しで多分使用するようです。すいません、あの説明書も何もないんで、ちょっともう使ってみたんですよ。使ってみてやった結果なんですけども、でまあもう最初からレビューというかもう評価します。これ最高です。これマジ最高です。何が最高かって言いますと、あのまずね、まずまずまずコードレス、これがすごい便利。あのもちろんね、仕事で普段朝から晩までハンダで何かやる人だったらそれはもちろんこの線ついてる方がいいでしょう。それはもちろんそうです、机の上でやるんだったらね。ただ私のチャンネルを見てる方はどうしても車をいじるっていう目的の人が多いと思うので、車いじる時ってやっぱり例えば配線やるとしたらどこだろう、外周りの配線とかボンネットの中とか、あともしくは車のそのなんだオーディオ外した裏とか、そういう時いちいちこのね配線をこうやってこう引っかかって邪魔くさいなっていうのがどうしてもつきまとうんですよ。で昔からあの結構あるんです、あのポータブル式っていうとガス式、ガス入れてあの火で熱くするっていうのはタイプはあるんですけど、まあ、こっち北国、今ちょっと今温度計そこにあるんですけど、今はここで5度か、さっき3度ぐらいだったんですけど、あのそう寒い外でやるとどうしてもあの暑さが安定しないというかね、そういう問題があるんですけども、この充電式熱くするときにその外気温にあまり左右されない、まあ、多少電池のねその寒い時の不得意っていうのはあるかもしれないんですけど、まずね何よりもアホみたいに早いんですよ。これちょっとびっくりしたんですけどね、どうもこのコンセント挿すやつってコンセントに挿してから
熱くなるまでで時間かかるイメージないですか？使ったことある人わかると思うんですけど、だいぶこう刺したままほっといてもういいかなって言って使うみたいな。これはですね、ボタンを押してる時、押して始めてからめちゃめちゃ早く溶け出します。ちょっと今これを実験してみようと思います。実験のルールをじゃあ軽く説明します。まあ、その前にですね、これ一応このコンセントタイプが私持ってるのが100V の 40W で、これ一応ですね、ここに型式が60ってあって 60W っていうので、多少大きい方がいいかなと思って 60W でこれ注文したんですよ。なんで一応これ 60W、 それほどの出力があるかどうかちょっと不明ですけど、なんでちょっとその性能差っていうのはあるんですけど、まあこの先っぽで判断が解けるまでの時間っていうのは別に何ワットだろうが、立ち上がりの時間っていうのは関係ないと思うので、ちょっとなんでこれを測ってみます。コンセントに挿してここで溶け始めるまでの時間を計測します。でこっちもボタンを入れて溶け始めるまでの時間で対決します。かけレースというわけで、じゃあ実験をスタートします。じゃあまずこっちを差し込む。で、スタート。で、この状態ですね。で、これで、これに溶け込むまでの時間。だいたい1分36秒いましたね。ほら、これで溶け始めました。1分36秒かかりました。はい、ということで今度はこっちでいきます。これもちろん今まだ全然熱くもしてない、余熱も何もしてない、この冷たい状態。ここからボタンを押し続けて溶け出すまでの時間、これを測ります。押します。よーい、スタート。ほら、もう溶けました。19秒です。どうでしょう皆さん、19秒でこのハンダがもうすぐ使える状態まで来ました。ちょっと今ね、せっかくなんで実際にハンダ付けしてみましょう。配線くっつけられるのかもちょっと一応やってみます。配線を今2つ、2本をここでよじってるんですけど、これをハンダ付けしてみます。まあ、こんな感じで普通にハンダ付けできました。ね、もちろん熱収縮チューブなんかもね、これでまあ、こんな感じで熱収縮チューブなんかも問題なく収縮させることできるんで、非常にいいんじゃないですかね。この短時間でこれだけの威力を出せるってことは、まあ、もちろん 60W クラスって書いてるんですけど、まあ普通の電気の、自動車で使うようなね、電気の配線の修理とか、まあ、基板のハンダ、ちょっと盛り直しとか、まあ、そういうのには問題なく使える範囲かなと。タケレース。はい、ということで、ちょっとこう、見てもらったんですけど、めちゃくちゃ早いですよ。めちゃくちゃ早いです。本当にびっくりします。なんで、ちょっと外に行って、ちょっと仕事しようっていう時に、スッと出して、スッと溶かす。っていう、一瞬の仕事が可能になるんじゃないかなって。本当にちょっといいなと思って。まあ、あと例えばプラスチックちょっと割れたやつ溶接するのとかにもいろいろと使い勝手はいいんじゃないかなと思います。ハンダなんで、こうやってただ使ってみるっていうだけの動画になるんですけど、ちょっとこう使ってみて本当にこれ現役の頃に欲しかったなって、今整備してる方ももちろん DIY で使う方もこれはちょっとおすすめかなって思います。いろんな種類も他にもあったんですけど、どれがどれということもなく、で説明書がないので何とも言えないんですけど、おそらく使用時間もですね、私この商品を探してた時に似たようなアンペアアワー数、要はバッテリーの容量で、大体他のやつだったら40分とか熱くできますみたいな書いてたんで、これ何も書いてないんですけど、おそらくそのぐらいは30分40分ぐらいは使えるんじゃないかなと思います。そんなね、ずっとこうやるってことなかなかないと思うんで、車の方はね、
私のチャン、あの車で使うようなタイプであればね、こういうのを配線くっつけるのであれば、ちょっとくっつけて、まあ、熱収縮かけるとかっていうのが、まあ、多くてもこれが10本とか、そのぐらいだったら全然余裕でこなせると思います。あとちょっとこの、まあ、このね、あと残りのこのついてきたこれがちょっと見てみれば見るほどよくわからないっていう、このね、ちょっとこれは何に使うかわかんないんで、あのもし気になって買った方がいれば誰か教えてください。これもし気になる方がいればまた概要欄の方に全て貼っておきますので、ちょっと時間があれば見てみてください。まあ、他にもね、今後もちょっと面白いものとか、皆さんの、私のチャンネルを見てる皆さんに役立つようなものがあれば、次々こうね、車に関するようなものを上げていく予定なんで、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。